はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、先日のね、リミットレギュレーションの改定が発表されまして、5月の、1日かですか、雷鳥竜サンダードラゴンさんがこれ3枚使えるようになると、これ今純正芸なんですけど、これ3枚使えるようになると、いやそんな時代が来たんですね。もう今やそんな時代が来ることを誰が想像したでしょうか。この最強カードがあまりにもやばすぎて、超雷竜が まあバンバン立つから、このカード、まあ、今ずっとね制限カードになってたんですけども、もう今やねティアラメンツやらなんやらが、まあ、わらわら分けてきて、こんなカード別に3枚使ってもいいよという環境になりましたね。まあインフレが進んだということですね。というわけで今日はサンダードラゴンデッキをねめちゃくちゃ久しぶりに持ってきました。このデッキ利点が1個あります。はい、ティアラメンツ環境においてこれが詰めるんですね。これが詰めるんですよ。ディメンションアトラクターって一応全部のカードが墓地を食らえず除外されるっていう効果なんですけども、サンダードラゴンって除外された時に効果発動するから、このカードとはまあ相性悪くないんですよね。まあもちろん墓地のリソースがたまんないんで、墓地の効果をね起動できなかったりとかそういうのはあるんですけども、除外されたところでそこまで痛くはないので、このカードぶん投げても展開できるっていうのがこのデッキのいいところなんですよ。なんならこのデッキこれ打ったことによって強くなるみたいな時もあるからね、たまに。はい、そういう動きをね今日はしていきたいというふうに、はい、思っております。で純正にかなり押してきました。一応ねなんかね昔使ってたやつは確かフュージョンディスティニーとか入れてて、なんかアナコンダしながらなんかフューデスとかしたと思うんですけども、フューデスがちょっと枠的にね、まあ、入んないっていうのと、あとゴミが増えるからちょっと今回はまあ、これ3枚入れたかったっていうのもあって純正にかなり寄せましたね。はい、で初動はもう本当にここの獣とか、闇竜とか、それからまあ不意の合にしたら、あるいは楽園融合みたいな、まあ、この辺のカードで動いていく感じになるんで、まあ、そこまで事故率はまああんまないけど、たまにね上級しか来ないっていうのがあるんでね、まあ、そこだけちょっとうーんっていう時はあるけど、まあ、一応、動けはするんで結構ね、この環境だからこそ、まあ、結構強い説はあると思うので、よかったらねこの動画見て気に入った方はぜひ作ってみてください。僕はデュエルリンクスというゲームの時から結構サンダードラゴン結構好きでね、使ってたんだけども、これが3枚使えるようになることは想像しなかったな。インフレだね。やっていきましょう。デュエル3枚。はい、事故ったまあサンダードラゴンデッキってねこういうことあるんだよね。あるんだよ、上級しか来ないとか、てかアルバスしか来ないとか、こういう事故がねちょっとねどうしてもね起きがちってのありますね。これはエンドフェーズですわ。まあディメンションアトラクターで止まってもらうしかないな。ちょっと新制限が適用されてなくて、まだ今のところねアンリミテッドルームでしか撮影できないんですけど、まあ一応環境デッキを使ってくれてる人が多いと思うのですけども、まあとりあえずディメンションアトラクターで止まってくれるデッキがほとんどなんで、まあじゃないって不安だりとかだったら無理だけど、普通に泡吹いて倒れるけど、はい、はい、きついね。ディメンションアトラクターかでは動けないね。はい、きついね。ディメンションアトラクターはね、実質マカロコスモスだからね、2ターンだけ。はい、楽に動きた、危ない。危ねえ。今のちなみに初動引いてなかったら、何もできずに泡吹いて倒れるっていうパターンだったぜ。さあ、楽融合発動。ディメンションアトラクターかでも、自分だけは動きますんでね。はい、サンダードラゴンっていうのは。なんなら除外されるのめちゃくちゃ好都合みたいな時もあるし、結局ねこの環境ね、ディメンションアトラクターぶん投げることができるデッキじゃないとちょっと太刀打ちはできないかなというふうには思います。はい、まあどんだけ強くてもです。はい、でまあ雷電流と雷獣流の効果と手札するだけで雷獣流も効果そうするのこれ強すぎないこれこれが最強の、ディメンション勝手のサンダードラゴンのムーブね。で、雷鳥竜を手札に加えていく、まあ、ディメンションアトラクター打たれて動けるデッキって、まあ、かなり限られてきますよね。まあ、今の環境で言うと不安なりとかエクソシスターとかがその辺になってくると思うんですけど、メタビートみたいなのとかね、あの辺が多分なんか環境にはいるレベルなのかなと思ってるんですけど、まあ、とりあえずちょっとミラデジョでいいや。で、アルバス、レベリオンで、ミラジェイダー出して、はい、で、雷獣効果、デッキから特殊召喚するのは、これは玉かな、雷源ですね。
めちゃくちゃ久しぶりに回してるからなんかちょっとプレイング意味わかんなかったらごめん。でこれライジュウリュウ出てくるでしょ。でライゲンリュウを一体変身させて、で超ライリュウにする。はい、 OK。 でライゲン効果発動する。で同じやつ持ってくる。えこれいるよね。はい、コスト足りますね。でサンダードラゴンフュージョンぶち込む。で除外されてるサンダードラゴン全部戻す。でライジンよ。ラクイエゴ1話から初動あるだけでこの盤面作れるの強すぎないか。これバトルすれば勝てるか。はい、バトル。まあ、これがディメンションアトラクターかで作り出されるサンダードラゴンのムーブよ。いや強いな。いやさ、なんかディメンションアトラクターぶん投げられてこの盤面作れるの強すぎだろこのデッキ。いやこれティアラ環境だからこそあるぞワンチャンこのデッキは。サンダードラゴンっていうデッキめちゃくちゃ楽しいわ。あーこのデッキめちゃくちゃ楽しい。やべえ、これ数値融合するしかない。しわがり。はい。大丈夫かな。ディメンションハザードで全部除外されるけど。はい、しわがりで、カードがすべてデッキから除外されていく。パンク、シャドール、なるほど。なるほど、なるほど、なるほど。かわいそうに。しわがり打ったら、デッキのカード全部除外されましたね、彼。大丈夫でしょうか。エンドフェイズ。でも俺もまあ言うてつらい。芝からに遅延してディメンションアトラクターを投げただけで勝てますこのデッキは。はい、神カードです。いやこのデッキやっぱ回してんのめちゃくちゃ面白いわ。あーめちゃくちゃ面白い。このーあーなんかあるな、このデッキね。なんかね素晴らしいですね本当に。この除外からまたはフィールドからまた墓地から手札からいろんなところからなんかぐる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 リソースが回るんでめちゃくちゃおもろいんですよね。あ通るな。モンスター効果にチェーンしてる気がするねこれ。なんだろうな、主攻とかまあガンマとかあの辺な気がしますね。であれば主攻か。ですね、いやまあねこれね、じゃあですねちょっと待ってくださいね。これ闇落としたらダメだね多分ね。これでいいと思う。でアレビオン召喚で効果だな。でどうする。あーオッケ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 ー。サイフレミギアね。あ、ね、まあでもそれはまあ良かったわ。じゃあまあ光落としてたんでなんとかなりますこれ。まあ一応これケアはできるんでね、こういう感じで。まあチェーンの読み合いみたいなとこあるけど。でアルビオンが破壊されて融合召喚はできませんでしたけども、一応これ大丈夫です。カバーリングはできます。でライジュウリュウサンダードラゴンの効果で鳥拾えばいいので、まあ、鳥拾うこれがね一応できるから、まあ、やっぱでかいな。まあ素引きしてればね鳥を、まあいくらでも大丈夫なんだけど、今の普通にルベリオン行ってもいいんだけど。でこうする。で召喚する。まあちょっとフリーチェーンで打つサンダードラゴンカードがなくなっちゃうのは若干気にはなりますが、まあでもそうは言ってもさすがに雷神竜立った方が強いでしょ。で超雷竜、はい、インチキ融合で雷電竜効果で、サンダードラゴンカード持ってこれるんで、サンダードラゴンフュージョンを手札に加えていく。大丈夫だね。オッケー。でこれでサンダードラゴンを戻しながらもう一発打てればいいんで、まあ、サンダードラゴンフュージョンぶち込んでいく。でサンダードラゴンフュージョンの効果雷神竜出す。サンダードラゴン、サンダードラゴン、まあ鳥でいいかな。はい、
まあ、一応破壊耐性使う場合はこの2体を残した方がいいと思うんで、まあ、これでいいですね。でこいつらは一応戦闘効果打開されない超雷流と雷神流が効果打開されないみたいな感じですね。ちょっとこれトップサンダーとかに引っかかる人あるけど、まあちょっとそのゴミはあの仕方ないから、まあ楽融合が持ってこれるんで、まあ十分でしょう。いえ OK、 フリチで打てるサンダードラゴンがあとはいれば完璧でしたね。はい、まあしょうがないですけど、さあかかってこい。お前はサーチすることはできないぞ。もうちなみに超雷流でサーチは不可能で、雷神流と超雷流は破壊耐性を持っている。ちなみに超雷流は戦闘でも破壊されない。はい、増銃投げます。スプライトですね。もうなんかその現場を見たら秒速で増銃投げろっておばあちゃんが言ってました。でブルーですね。なるほど、まあブルーのサーチも入らないと。特殊召喚できるけど超雷流がいるからサーチ入らない。これね、意外とスプライトね、超雷流結構辛いんじゃないかなと思うんだよね。あとはギガンティックスプライトが特殊召喚したタイミングでうららを引けば完璧。うらら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 やっばやっぱこれ圧縮しといた方がいいのかな。サンダードラゴンちょっと圧縮しとくべきだったかどうかですけど、まあ圧縮しといた方がいいのか。これさすがにトップで、まあ、次のターンちょっとライジーネ生き残ったらなんかいっぱい破壊できるなと思ったんですけど、さすがに圧縮しといた方がデッキトップ強くなるんで、増陣取った時のことを考えると、サンダードラゴンの効果は使っておいた方が良かったかもしれません。さあ、ギガンティックスプライトの効果、まあ、特殊召喚したところでサーチが入んないんで、まあ、そこまでですね、まあ、ジェットとか特殊召喚しても、まあ、別にそんなに強くないし、まあ、レッドキャロットでできても打点が足りないし、なんだかんだね、これ多分相手つらいと思いますよ。あ、雷神竜来たわ。あ、じゃあ雷元竜来たわ。まあ、雷元竜投げるか。で、雷元竜をぶん投げると、打点が上がる。で、これ直接チェーンできないとダメなんですけども、直接チェーンができると、あ、いけます、そうですね。はい、直接チェーンします。直接チェーンすると、フィールドのカードを選んで破壊できますという効果。確保、ターンしなし。あ、スプライトレッド、OK。スプライトレッドで、ギガンティック、リリースして、墓地送って、まあ、無効にして、まあ、一応破壊することはできるんだけど、破壊しちゃうと雷神竜の効果起動してやばいこと起きるから、多分、破壊を選んじゃダメですよ。先生、大丈夫ですか？分かってますか？破壊とかいうことを言うと、破壊耐性付与されてるんで、無効にするだけ。なるほど、うまいね。雷神竜、雷獣竜と雷神竜が、あ、雷獣竜と雷電竜が除外されて世界が終わります。はい、なるほど。なるほどですね。うらら、なるほど。では、まあ、一旦サンダードラゴンちゃんの効果を使いまして、直接支援したいな。直接支援したい。直接支援するとフィードのカードを選んで破壊できるか？なるほど。あがいてくるね。あがいてくるね。なるほど。はい。スマッシャース効果、スプライトと相手のカードを選んで除外する。で、雷神竜どっか行った。オッケー。で、まあ一応破壊することができるんで、スプライトスマッシャース破壊。で、サンダードラゴン持ってくる。では、とりあえず、サンダードラゴンフュージョンの効果を発動。雷神竜持ってきて、多分ね、これ、ね、リクルートしたらいいんじゃねえかな。これ、超雷竜と雷獣竜を除外して、雷神竜出す。そうすると雷獣竜の効果発動して、雷電竜が、特殊召喚できる。はい。で、アドバンス召喚。なんか、アドバンス召喚しかしてないの、最近。うお、いけ！サンダードラゴン！スサンドラ、アドバンス召喚っていうね。で、サンダードラゴンフュージョンでいいな。サンダードラゴンフュージョン持ってくる。サンダードラゴンフュージョン発動、除外されて超雷流ちょっと救出したいんで、超雷流、雷神流、で、まあ、雷獣流、戻しまして、融合召喚、あらあらろ、雷神流、サンダードラゴン、あ、超雷流戻りましたね。はい。もう一回出します。やっぱこのデッキさ、めっちゃグリグリするから楽しいわ。まあ、楽園を打てるけど、まあこれ殴ったら勝ちなんで殴りますか。なんもないと思うんで、多分バトルフェイズ入りまーす。はい。つーこれがサンダードラゴンや。
やはりサンダードラゴンは最強。雷鳥竜3枚大丈夫かな本当に。出た乳輪大回転。いや嬉しいわ、そのデッキ使ってる人いて、そのデッキ使ってる人いてめっちゃ嬉しい。やばいカードサーチされた。いやこれマジでさ、死んだ、まあ、死んだって言ったって2個くらい前だけど、強化されてほど誰一人使ってないじゃないですかマジで。あまあちょっとあーつら、増殖する G の相当な枚数ドローできるんでね、あのまやかしってこれ増殖取らないとかなりきついですね。いやあのね、このデッキすごい、アトリビュート4とかでも多分活躍、あの、まあ、ガシャドクロいないけど、まあ、でも言うて多分なんかそいつがいないぐらいでしょう。属性的にはアトリビュート4とかでも活躍できるし、多分ねちょっと使ってないか分かんないけど、あのこれかなりね楽しいデッキではあるんですよね。はい、まあ、誰も使ってないけどね。このまやかしっていうねデッキの魅力をですね、あのお伝えしようと思って動画をね作成したんですけども、あの本当クソデッキにしかなんないんですよねこのデッキ。いやあのクソギミックをいっぱい搭載してクソデッキたくさんできるし、そもそもねちょっとね、まあちょっとなんか発動されるかもしれないけど、ちょっと後で言うか。うわ3000万の強っはきっつ、もうハンド強すぎるだろ。オオカミやめて、オオカミやめて、オオカミだけはオオカミだけはあの伏せカード何なのかって話なんですよね。あの伏せカード何なのかって話なんですよ。あの伏せカード何なのかって話なんですよ。いやこれだ。いやマジさ、このカードゴミじゃないマジで。このカードゴミだと思うわ。私は今、手札デッキエクサデッキからモンスターを特殊召喚ができるようになりました。まあ、つまり墓地からしかとモンスター特殊召喚できないというなんか話らしくてですね。いや結局普通に組んでもさ、なんかふざけて組んでもさ、このデッキクソにしかなんねんだよ。なんかあのトラップカードやけクソ強化すぎて、あのカードがあるからさ、なんかさまともにデュエルできねんだよなマジで。あ、なんかリクヤの効果そんな効果あったな。このカード、うわー、どうだっけ、このカードがモンスターさんに存在する限り、ジュラシャル上で話しましたとか、いや、キモっ！きっしょ、このデッキ。で、もちろんアルバス君のね、あの、効果は起動できません。一切。なんでかというと、エクストラデッキからモンスター特殊召喚できないんで。いや、これさ、自分だけ先行でさ、バカほど展開してさ、で、あのなんか虚無空間みたいなバニティスペース打って、で自分だけは墓地からモンスター特殊召喚してるんですよ。普通にこれ対話拒否の以外の何者でもないでしょ。いやこれ、いや分かる、まやかしがあまりにも活躍できてなくて弱かったから強くしようっていうのは分かるけどさ、強くするやり方がもう頭おかしいだよこれ。いかれちまってんじゃん、もう強化方法ぶっ飛びすぎなんだって。完全にやけくそ強化でしかないからこれ。あのカードだけは発動したら多分ティアラメンツにも勝てるぞ。